ガちゃん、このさ、優勝者ってさ、もしかしたら階段の、ね、26分とか、ほら、あと25分っていうこと、あ、24分42秒とかっていうこと、あ、すごいね。いや、これ私は行きたくないわという方、ぜひこの動画を見ていただけたらいいんじゃないでしょうか。一緒に歩いた気分になってください。すで、はい、に辛い。日曜日は200円ですが、祝日も200円ですが、平日は100円でございます。いいですね。さあ、むっちゃん、やってきちゃいましたね。うん、見えてますね。うわー、すげえなー、はい。さあ、ここから行くのにあたって、はい、体操してから行きますか。はい、はい。さあ、この日本一の階段って書いてあるね。石段ね。あ、石段って書いてあるね。この石碑を横に進んではいくわけですけど、もう数えてないけど、途中に100段目とか書いてあるよ。本当だ。ね、じゃあ今どのぐらいなのかってのはこれでわかるね。うん。うん。いや、ね、漢字が旧字だからね。読めないんだけど、こんな感じで書いてありますね。100段目。ちょっとポイントによってこういう踊り場があったりとかするんだね。少し気分転換になりながら行けるのかな。すでに辛い。やった、400段目だ。500段だ。600段目。700段目。800段目。普段900段目。はあ、投げ。やめちゃう、1000段だ、1000段。おお。ただいま、1000段の場所の気温ですが、5.5 度6度っていう感じですね。さあ、むっちゃん、はい、まあ簡単に言うと3分の1が終わった感じですけど、はい、どうですか。私の中でも半分過ぎてますみたいな。3000段で考えたら3分の1だけども、行って帰ること考えると6分の1なんだよね。ああ、そうだよね。3333なんか終点ではないからね。そう、うん、それも考えながら進んでいきましょう。はい、はい、あ、1200だな。1200段じゃない。え、1200段って。ほんとに、うん、もう2だか3だか。うわ、すげえんだけど。あー、
1600だね。半分？半分、半分近くだね。あともうちょっとで、ちょうどこの辺が中間地点なんじゃない？こんにちは。中間地点ですかね、これが。すごい立派だね、はあ、なんか心が少しホッとする、癒しポイントだね、はあ、むっちゃん1900段目だったよ、はあ、もうすぐ2000だ。思ったより早いな、はあ、2000段目、イエーイ。1600段目。2000か。ああそうだよね。さあ行きましょう。よし、これで3000段目だ。やったね。そうそう、頂上だよ。ここ？あ、ここ？おお。はあ。はあ。やった。そう、ここが3333段目。あ、お疲れ様でした。ここは標高は860メートルあって、もうちょっとね、先に進むと、釈迦院という、まあ通称ぽっくり寺というところがあるんだそうです。はあ、思いのほかゆっくり来れて、実質、あれから45分で来れたから、うん、そうね。2時間かからないで来れたことになりますね。ちなみに、温度は、さっきから1度ぐらい下がって、4.5 度とか、そんな感じかな。うわぁ、高いところまで来たね。はい、日本一の石段3333ね、はい、多分それ以上上がってる気がするんですけど、はい、上がってまいりました。無事ね、これからまた降りるというところですけども、はい、頑張って降りていこうと思います。はい、
無事に下ってきておりまして、だいたいあと300段とか、もっと少ないかな。あ、もう下が見えてますね。ね、うん、もうね、そう見えてます。いやー、歩いてきたね。まあでも無事に帰ってこれてよかったよ本当に。最初は3000段ももしかして登れないかもしれないから、真ん中ぐらいかなみたいな。そう、半分は行こうって言ってたんだよね。でもゆっくり休憩スポットもあり、本当にガチャにはちょっとペース合わせてもらっちゃったけど、休憩しながらペースを見つけながらゆっくり登れて、ちゃんと無事に帰ってこれました。そうそう、ね、すれ違う方にこんにちはとか挨拶するんですけど、やっぱ上もう下りか、下りが大変よっていうお声をいただいたりとかして、いやその通り、下りがね今ちょっとね足プルプルってさ、うちねプルプルしないんだよね、やっぱこのランウェイ歩きがいいと思う。この後流れる変な歩き方がその歩き方です。はい、ということで無事ちょうど着きますね、ちょうど今着くところです、はい、これはね着く瞬間までねぜひリアルタイムで流したいと思うので、はい、あと数段です、本当に。はい、3、2、1、到着です。いやいやいや、お疲れ様でした。いやいやいや、お疲れ様でした。達成感。はい、それではまたの動画でお会いしましょう。さようなら。むっちゃん変な歩き方してんね。モデルにでもなったつもり？あのね、この歩き方するとね、足がブルブルしないの。いや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 。あ、マジか。押してあげようか。大丈夫？ふくらはぎが重力で痛い。相当だね。ふくらはぎが触れてるだけで痛い。布団取る？